すげえ大変じゃねえか。はい、はい、じゃねえ。いやはいじゃなくて。だいぶ慣れてきたな。大変だね。あ、なるほどね。でもあ、すげえな。でも運転席の横まで来るんだね。そうだね。でも広いよな、すごいスペースだよな。乗るんだね。まあ、正直言うと、正直言うと軽トラの方が楽です。だけどこの間怪我して思ったのは、いや怪我はしてないんだけど思ったのは、ちょっと手が痛い時なんかは、荷台の高さが恐怖でしかない。ちょっとね、バイクを落としかけたから。いや、やっぱでもね、屋根があるってよくない？それは、うん、軽トラにヘルメットやらつなぎやら積んでさ、途中でパーキングすら寄れねえからね。もう少しに行けねえんだろう。中途半端さ、もう地獄だよ。憧れのトランポライフが始まって、ね、うん、狭いながらも楽しい我が家。いいよ、本当は最高。まあ、鈴木にこういうフラットになるモデルがなかったからな。これはすごいよ。いや、ホンダ最高だ。売れる意味がよくわかる。